皆さんこんにちは。我が魂の賛美、シーズン2の、今日はライブ収録ということで、カフェ形式でお届けします。今日のゲストは、前回も出ていただいたトーナリーアンチェーンという、グループなんですけれども、このトーナリーアンチェーンというのは、まあ、かっこいい名前ですけど、隣のアンちゃんという意味なんですね。なので皆さんで隣のアンちゃんと言って、呼びたいと思います。ではお願いします。隣のアンちゃん。はい、じゃあご紹介します。ボーカルのキム・ミンスさんです。そして、ギターと、そして、プロデュースをしている大野純くんです。実はあの純っていう、その純が全く同姓同名漢字も一緒の潤うっていう字なんですね。あの、はい、仲良くあのさせてもらってるんですけど、ではお二人にお願いします。じゃあもう一度盛大な拍手でお願いします。地よ歌え、喜び叫べ、怒りを放ち、希望を照らせ、道が前にない時も高い壁がそびえる時も、陣地よ歌え、喜び叫べ、光を放ち、照らせ、道が前にない時も、高い壁がそびえる時も、強くあれ、惜しくあれ、何も恐れることは私はあなたと共にある。強くあれ、惜しくあれ、誰も動いてはいけない。勝利の御言葉に歩む。戦士よ歌え、喜び叫べ、光を放ち、希望を照らせ、道が前にない時も、壁がそびえる時も、強くあれ、惜しくあれ、何も恐れることはない。私はあなたと共にある。強くあれ、惜しくあれ、誰も驚いてはいけない。道が
ない時も高い壁がそびえる時も道が前にない時も高い壁がそびえる時も道が前にない時も高い壁がそびえる時も強くあれ惜しくあれ何も恐れることはない。私はあなたと共にある。強くあれ惜しくあれ誰も驚いてはいけない。勝利の御言葉に歩む。強くあれ惜しくあれ誰も驚いてはいけない。勝利の御言葉に生きる。歌いたいと思います。できれば手拍子しながら共に歌いましょう。神は私の命いつに保ってくれる。神は私の足を支えよろけさせない。この地に住むすべてのものは主に向かい喜びの褒め歌を栄光に輝かせよ。主に向かい不思議拝み褒め歌を栄光に輝かせよ。叫び祈り喜びの声響かせよ。神は私の命うちに保ってくれる。神は私の足を支えよろけさせない。この地に住むすべてのものは主に向かい喜びの褒め歌を栄光に輝かせよ。主に向かい歌を
はい、もう一度挨拶します。隣のチェンです。はい、お会いできて本当に心から嬉しい。嬉しいです。はい、イエーイ。はい、隣のアンチェインの中でボーカルですね。今中東を歌っていますけど、私はキム・ミンスと申します。よろしくお願いします。どっから来たのミンス君？え？どっから来たの？はい、韓国から来て生まれた時から今までずっと韓国人でした。今もでしょ。あ、だから今も韓国人です。そういう意味ですね。そういう意味ですね。はい、ま、お願いします。はい、僕は日本人です。あ、隣ヤンチェーンの まあ、ギターやってるんですけど、主に、作曲とかいろいろプロデュースとかして、まあ、ライブではギターを弾いたりしてます。大野純です。よろしくお願いします。はい、この中では私が子供の役割をしています。はい、私が教育係みたいな。はい、ちょっと私自由にいろんなことをやっていますけど、はい、今日も、まあ、私日本語少し上手くなったんですが、上手です。ありがとうございます。はい、ですけど言い方が悪いところもあるし、そしてちょっと礼儀が、良くないところもありますけど、うん、まあ、子供みたいですから、ちょっとその、広い心で許してください。こちらがちゃんとね、しつけておきますので。はい、ありがとうございます。いいですね。いいですね。はい、はい、まあ、はい、はい、私たちは今横浜から来ました。はい、横浜の、本郷大キリスト教会で、奉仕と賛美をしていますですね。そうですね、賛美リードをよくたくさんしています。はい、毎朝ね、朝早くのそうですね。今日も今日じゃないですけど、昨日、おととい、ずっと、蒼天祈祷会ですか、朝早くからずっと賛美して、今日まで来ましたから、ちょっと何と言いますか、ちょっと疲れていますけど、はい、まあ、朝に弱いから、はい、ちょっとしっかりして、はい、歌います。はい、はい、頑張れ。頑張れ。あ、ありがとうございます。私ですか？はい、ありがとうございます。はい、え、小野純くん、なんか話したいことありますか？話したいことですか？いや、すごい素敵なカフェですね。ああ、そうだそうだ、はいはい、すごく素敵ですね。すごい素敵なカフェですね、本当に。びっくりしました。なんかもう入って、おしゃれおしゃれって、もう何回もおしゃれって言って、彼は、いや、おしゃれじゃない、これは綺麗って言うんだ、ね、え、何それ言ってたじゃん。いや、言ったことないです。はい、すごくおしゃれだと思っています、私。嘘つくでしょ。ですね、すごくおしゃれですね。はい、おしゃれですね。はい、本当におしゃれ。今日ここで一緒に、歌うこと、賛美する、ことができて、本当に、心から感謝しています。その感謝を含めて続けて歌いたいと思っていますけど、次の曲の説明をちょっとして。あ、はい、次の曲はただあなただけがという曲です。自分が書いた曲の中ですごい思い入れが強くて、この2人でやり始めた時に最初に歌った強くあれ惜しくあれと、あとこの曲ただあなただけがという曲を初めに、作って、それから活動を始めています。特に本当にこの曲は私たち、まあ、クリスチャンではあるのですけども、その中で何かいろいろ生活をクリスチャンとして歩めば歩むほど人間の自分たちの弱さとか醜さを知り、まあ、ただ本当に神様だけが、イエス様だけが清い存在なんだなっていうのを思って、私たちは決してそのような清い存在ではないけども、その優勝の中で生きているという、そのような本当に神様の清さを書いた曲であります。じゃあその曲を今から歌います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。立ち止まり振り返る、ただあなただけが
清くてこの汚れた手を振り洗わず動かす意味を与えてくれる。いつだっていつだって僕に。誰かのためだったはずが自分だけ満たしてた。気づかぬふりして過ごしてた。時間に向き合わないまま、ただあなただけが記憶ってこの汚れた手を切り落とさず大切だよって必要なんだよって繰り返し囁いてくれる。ありがとうございました。トーナリーアンチェの2人でした。本当に素敵な歌声をありがとうございました。本当に日本語上手です。あ、いえいえ、ありがとうございます。ね、上手ですよね。はい、そして皆さんケーキ美味しいですか？そして子供たちも楽しんでますか？はい、ね、本当にありがとうございます。なんと皆さん今日ここに来てくださってる人は、幸せに預かることができるんですね。その小野くんは、もうすぐ、結婚をされます。ということでもうね、今日一緒に来ています。フィアンセの、ね、山崎さん、ちょっと立ってもらえますか？本当にもう幸せいっぱいっていう感じで全然連絡が来なくなっちゃったんですね、最近。幸せですか？幸せです。はい、ということで、ミス君がね、ちょっと今、はい、ちょっと子供、寂しい。え、全然大丈夫です。全然大丈夫です。なんで？ね、あのね、良い方がね、いるといいんですよね。あ、そうですね。まあ、いつも神様が共にいてくださいますから。せっかく来てくれたので、
ちょっとコラボをしてみたいと思います。今日子どもたちもたくさんいるので、とても有名な、賛美歌で、しかも子ども賛美歌に、ついている手話レオアイス。あ、そうですか。はい。え歌ってもらいますよね。あ、そうですか。はい、わかりました。私、日本語かして大丈夫かな。あ、英語でしたっけ。あ、日本語は、はい、日本語で練習 しましたから。はい、バレちゃった。はい、日本語と英語両方、交えて、賛美します。今日急に来てね、ちょっと歌ってみたらすごく良かったので、ぜひ大きな温かい拍手でもう一度、我が主耶稣